ちょっとネオンみたいな、ネオン材みたいな、そうね、ちょっとピカピカしてね、ちょっと晩酌セット、あ、ビールと餃子と一緒やね、あの、ソージャーにもあるんだけど、あー、なんか1000円じゃないですかね、もしかして名前違うけど意外とヘビー、というわけで来ましたね。この台湾料理、これなんて読むんだろうな、トヨジャンじゃなかったと思う、なんか調べたら、へー、なんかちょっとね、この入りにくいというか、ね、独特な感じのネオンみたいな、ネオン街みたいな、そうね、ちょっとここにね、今日は行こうかなと思うんですけど、なんかその赤ドイツの森越えて、あの赤岩から柳原の辺に行く時の道なんですけど、ちょっとね、今日はここに行ってみようかなと。中華料理屋さんで、なんか結構ボリュームもあって美味しいという話を聞いたんで、歓迎みたいな、どうですか今日の気分は。予想以上にいい、ね、静かやね、いい静か、78夜のプラス150、こっちも裏もあると思う、やば、ラーメン美味しそう、美味しそう、めっちゃ美味しそう、食べ放題みたいな、晩酌セット、あ、ビールと餃子と前菜と料理、四季と一緒やね、あのソージャーにもあるんだけど、あー、なんか1000円じゃないですかね、もしかして、うん、名前違うけど、あ、お得定食、すごい、すごいな、美味しそう。ラーメンは塩、豚骨台湾、豚骨台湾と台湾塩、台湾味噌ラーメン選べる。どうします？はい。はい、すいません、ご注文どうぞ。五目チャーハンセットで、あとご飯と大盛りありますか？チャーハン大盛りはプラス200円。200円。はい。どうしようかな。じゃあ200円おもりですね、うん、はい、じゃあ僕は酢豚定食は何ラーメン食べるですか、ラーメンついてる、はい、ラーメンつけて選びます、豚骨、あ、豚骨台湾ラーメン、豚骨台湾ラーメンです、はい、はい、少々お待ちください、はい、そうなんだ、このメニューにプラスアルファラーメンがついてると、
めっちゃ男じゃないですか、うん、こっちの方が良かったかもしれない。そうやな。いやでもこっちももしかして大盛り頼むの。ここあるやん。独特セット。こっちも良かったかもしれない。うん、油淋鶏とか、ごま焼き定食、美味しそう。うわ、すごい。揚げ物は少々お待ちください。はい、結構いいね。そうですね、あと、なんか揚げ物はもうちょっと。うん、どうぞ。いただきます。うまそう。うわ、すごい。待ち。熱っ。なんか美味しいです、美味しい。ちょっとこれいただきますね。これやばいってこれ。でもこれと同じ。唐揚げが来ましたよ。さっきラーメンでございます。台湾ラーメン。豚骨。うまこういう感じ。すぶた。すぶたあるけど唐揚げも。結構大きい。でかい。これ1個ですよ。うん。でかい。これこっちのもっとでかい。うん。食べてみて、ちょっと。いただきます。でかい。おいしい。おいしい。マッチョマッチョ。こんな感じだから。意外とヘビーという。結構ヘビーです。これいいね。だってご飯、白いご飯あってラーメンあってで、つぶたあってでも なんとなく唐揚げもあってね。僕も本当この山盛りだったチャーハンと唐揚げがいてね。ね、結構でも食べれるつもりで。はい、ありがとうございます。どうでした？いやね、すっごいボリュームでしたね。かなりボリューム強くて、すごくて、はい、もう食べれない。なんかチェーン店の引き紅かとなんかメニューが一緒だったね。あ、多分なんか同じなんですよね。うん、系列店だと思うけど名前が違うということで。でも味付けは引き紅より結構中国寄りだった。あ、なんか美味しいものはあるんですけど、なんかちょっとね酸味があったりとかね。そうそうそう、味がちょっと薄かった。多分それが中国というか台湾のね、ということで。また行きましょうかね。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。